はい、それでは、17時40分ですか。相場観察の方していきます。1時間なんですけども、なんかね、やっぱり底を打ったみたいで徐々に上り始めたのかなっていうところがここに見て取れますよね。こちらですよ。ちょっとズームアップしましょうか。こちらに見て取れるって言いました。ここね、現在109円の681なんですけども、一時期みたいな109円の435っていうものはなくなって、ここで、ちょっと大きくしましょうか。はい、注目すべきはここです。はい、ここの4つのですね、バーが揃ってますよね。下がヒゲは考えずに下が揃ってます。こういう時って上に戻りやすいんですよね。でこれからどんどん上に戻るのかなというふうに思いますけども、まだしばらく様子見ないといけないですね。はい、でデイリーの方に行ってみますと、デイリーははい、こんな感じですね。うん、このゾーンからドンと下がっております。そしてここが若干ヘッド&ショルダーがまたできかけているように見えるんですけども、見えないですか、ここをネックラインとして。うんね、4つ目、ヘッド&ショルダーね。はい、綺麗に決まってますね、これ。はい、これがだからできる前に気づかないといけないんですよ。今は誰でもヘッド&ショルダーって分かりますからね。だからこれができてる途中に分からなければ、未来を予測できなければ勝つことはできません。で1時間っていうところですか。まあ特に申し上げることないんで、また明日の朝放送でお会いしましょう。今日もお疲れ様でした。